はい、どうもマロチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。昨日のね動画から、17時アップになってます。栄冠ナインの動画が、これからもね、17時、夕方5時ですねのアップにしていきたいと思います。はい、まあね、急遽ね、昨日からちょっと時間の予定狂わしちゃってね、申し訳ないです。はい、これから、17時のアップにしていきます。よし、早速やっていきましょう。今回は練習試合です。頑張ります。2016年1月。よし、今回はね、丹波を、なんだっけ、先発、ごめんなさい、先発でやっていきたいと思います。ちょっとそうだな、とりあえず、コントロール鍛えていきましょうか。ないよ、あったわ。はい、あのね、ピーチコメントで教えてもらったんだけど、スロースターター持ちなんだけど、スロースターターっていうのが、初回コントロールマイナス13、変化球マイナス2、スピードマイナス4らしいんですよ。ちょっとえげつないレベルで下がっちゃうんで、まあ丹波でいこうかなと。まあ今回ね、練習試合ってこともあって失敗も許される状況なんで、いろいろやっていきます。はい、そうですね、お、ゆうきミートが、C まで行きましたね。 B、 理想は A なんだよね、ゆうきは。でパワーが C 後半から B ぐらいが理想なんだけど、とりあえずミート上げ続けます。はい、お、総力41までいったか。ミート C にしてえな、しちゃいてえな。さっさとしとこうか。はい。はい。ああ、そう。あのね、前にもね、コメントいただいてたと思うんですけど、ルイジにサブポジ覚えさせたらいいんじゃねえかと。それね、前にもコメント来てて、うわ、すげえ天才だと思ったの。ただ忘れちゃってたのさ、俺が。で、昨日もね、コメントいただいて思い出したんで、サードにします。とりあえず、はい。こんな感じで。よし。じゃあ、試合臨んでいきますか。ハッピーニューイヤー、2016年。はい。お、おみくじ。去年あったっけ、こんなの。覚えてないな。うわー、つまんねえ。よし。はい、頑張りましょう。はい、小湊で。ピッチャー、おーっと丹波が調子悪いか。そっか、それでも丹波でいきます。行きます。よし、まあ、これでいきましょう。これでいきます。お、こう見るとうちは1年生が多いですね。よし、やっていきましょう。頑張ります。なんとかね、したい。ね。あ、そういや、ポジティブシンキングのアイテムが、アイテム欄にあったらしいです。見逃してたみたいですね。あざす。格上だからね。うわ、強そう、ユニフォームが。お願いしまーす。強いね。毎回点取られてたな。さあ見ていきましょう。素晴らしい能力ですね。うわ、すごい。うわ、いいな。うわ、いいな。
すごいな、強豪。強豪とやるのはね、初だと思うんだけど。はあ、すごい、本当にすごいね、能力ね。お、てっちゃん、てっちゃんいる。てっちゃんいる。あれだよね、高校野球やってたもんね、てっちゃんね。うわー、えぐい、本当にえぐい。ただあれね、プロはいなそうですね。いないね。よし、行きますか。頑張りましょう。そうだね、ちょっと取っとこうかな。流し、いいよ。何かしらのせい、なんだろう、成果というか、こう得るものは欲しいよね。勝ち負け関係なく、ただ淡々とやって終わるのだけは避けたい。何かしらね。あ、そうそう、あとね、その7時に足込め、ナイバッチ、17時にアップしたのは、理由がありまして、まあ、その、うわ、すげえ点取られんな、タンバ。今までね、18時にアップしてたんですけど、同じく流しで。18時にアップして、その後にある程度コメントが来て、それを見てから取ると、だいたいね、2時間半ぐらいしか開かないんだよね、その、アップしてから新しく動画を撮るまでって。2時間半だとね、まあさほどコメントって見れないのさ。うん、でまあ1時間早くすることによって、まあ多少は、まあ、ツイッターでも言われたんだけど、そのプロ野球の試合始まる前に動画見れるっていうコメントもいただいたんで、まあ多少は、うん、コメント少し多く見ながらできるんじゃないかなと。ラッキーボーイ。そうね、ミート積極引っ張りでいきますか。あ、エンドランがレベル高いですね。とりあえず頑張れ。やっぱ強いね。まあもう今もうタラレバの話なんだけどさ、もしピーチだったらどんぐらいだったのかなってのも知りたいよね。確かめようはないんだけどさ。毎回点取られんのか。今って誰だい、ピッチャー。クッパだね、おそらくクッパがやってるね。あ、クッパか。そっか。究極の思考。点取りに行きますよ、ここは。せっ、流し打ちで。とりあえず、タンバー見ることはできなかったけど、5回6失点ぐらいでしょ、きっと。どまい。よし、ジュンさん打ってこう。ファイト。そうだね、追い込まれるまでは強振でいってみましょうか。よし、いやーちょっとね、まあ
格上相手ってこともあって難しい試合になるなっていうのは感じてはいたんだけどさ、あまりにも何もできなく終わりそうなのは嫌だよね。点取ってこう。よし、いいよ。欲しい。なんもできないね。本当になんもできないね。困ったね。よし。そうだな。1点もやりたく、5点だったらまだ分かんないからね。なん、いや点やりたくねえんだけど。前進させるべきかどうかだな。定位置で。じゃあ緩急。ナイスボール。ナイスボール。ここでストレートでしょ。あれ、自慢のあの高速球。参ったな。ピーチはもうちょっとしてから出したいんだよな。臭いとこ。強豪か。あれでしょ、その甲子園とか、まあ大会の決勝とか、そういうところに行ったら、まあ、こういうのがもうゴロゴロで出てくるわけでしょ。しんどいね、それは。伝令。調子アップ。きついな。ピッチャーがいないな。強豪と戦えるピッチャーがいない。ちょっと待て、コールドあるわ、忘れてた。いや、前進だ。言ってもやらない。いや、このままだと何もできずに終わっちゃうから、それはダメだ。それは避けないと。よし、怖え。すげえまずい。こんな強えの。ピッチャー変えよう。7点差。いや、次1点でも取らないと終わりだよね、確かね。いや、強えと思ってたけど、ここまで何もできんのか。よし、行くぞ。
いいぞナイスボうわーまあしゃねえなよくやったよくやったテイチナイスボー強いなちょっとショックだなよしこっからね点取っていきましょう守備はまあしゃあないとしても今うちはやっぱ攻撃のチームだから1点で終わるのはダメ1点でも多くー強豪から1点取ったんだよじゃダメだよね強豪から2点取ったよ3点取ったよ4点取ったよそっちの方がやっぱ絶対いいから強いなにしても強いななんつうか穴がないよねあてていきましょうない絶対終わんないぞ絶対終わらせないよしなんかついたわミート積極で、流し打ち絶対塁に出ろルイにさえ出ればまだ分かんないナイスホームランよくやったただで終わんないぞってところ見せつけようまだだまだ取れるまだ取ろうまだ取れるまだ取ってくく積極的にって終わらせんなあと2点取るぞ走れ走れセーフだべやあざした瞬殺されたうわ待ってくれマジでマジなのかこれはあーなんやかんや丹波が点取ったんだそっかえっ弾3回しか持ってないの。コントロール悪いんだ。そっか。なるほど。
四死球が減れば失点もおのずと減ってくるわけでしょ。 OK、 分かりやすい、コントロールだな。まあ一切鍛えてないからな、コントロールは今のところ。これから鍛えようってところだし、うん、オッケーオッケーオッケー。うーん、まあしゃねえな、コントロール上げてこう。早く終わっちゃったね。1月25日まで撮りますか。あ、そういえばこのスカウト、あんまり止まりすぎるとボブがプロに入れなくなることもあるみたいなこと前に言われてて、それだけ言われて、なんでかが分かってなかったんだけど、他の人がプロに入ってボブが回ってこないこともあるみたいなんだね、その昨日いただいたコメントだと。ってことで、ボブ世代の推薦もやめようかなと思ってます。あ、そう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 、ここマリオ注目されてボブが注目されなくなっちゃうみたいなこともあるみたいなんだよね。なんで、クリス行きましょう。はい、おめでとう。計算機いっぱいいるな、うちは。おー、よかった、テンション上がってくれ。おう、いいね。お、ノリノリくん、どうしよう、ダッセーと思っちゃったわ。ノリノリくんか、ダッセーなと思っちゃったけど、はい。おう、よかったよかった。1月25日に、なんだっけ、春の甲子園出れるかどうかが分かるらしいんだよね。ってことで、1月25日まで撮って、それを見て終わろうかと思います、今回は。いやー、ちょっと試合ひどかったなー。守備か、山浅、その守備、まあ、あんまりいけてないっていうのはね、分かってはいたけど、ただ俺は点取れなかったことの方がショックなんだよね。おう、おめでとう。やりきれねー。頑張れ丹波。お、ありがとう、助かる。5。さあ、春の甲子園、20%だったかな。どうせなら行きたい。まあ今日みたいな相手がね、ゴロゴロといるわけでしょ、きっと甲子園なら。その中で何ができるっていう自信も今は全くないけど、それでも行くことにも価値はあるんじゃないかなと。はい、3学期スタート、あと5日ですね。なんとなく使ってみたけどさほど効果はなかったな。今20日なんで5使えば甲子園のあれ出ますね。さあどうなる。はい、来い、いいこと起これ、起これ。あ、こういう感じ。うわー、何これ、すげえドキドキする展開じゃん。
え、何？どっち？どっち？そのありがとうございます。やった！決まった！決まった！いや、頑張ろう。もう行くなら頑張ろう。もう今日の負けっていうのをいい風に捉えよう。先に知れたっていうのはでかいから。いきなりあんなのに当たって瞬殺されたらどうしようもないじゃない。知れてよかった、よかった。いつ春の甲子園って？4月？新入生いるの？いやー、やったよ。新入生いるのかな、わかんねえな。あれでしょ、選抜ってやつなんでしょこれが。うはい、中堅待って、弱小とかそこそこ用意しとけよ。中堅だ。中堅。問題ない、問題ない。俺知ってるもん、強豪危ねえもん。名門もっと危ねえんだろ。よし、よっしゃ。直前まで進めます。はい、お、ん、お、よし、次勝ちましょう。ちょっとね、今回の試合はあんまり好きじゃないけども、格上だから仕方ないって言葉でね、片付けのは好きじゃないけど片付けます。切り替えます。春の甲子園決まったから、次の目標がバシッと決まったから、そこに向けてね、うん、そこに向けてのスタート。そういう意味では最初の試合です。次が勝ちましょう。勝って自信につなげましょう。先発調子優先かな。ピーチにするか調子優先かってところだね。ちょっと考えておきます。はい、ということで、春の甲子園決まりました。よかった、本当にいいことがあってよかった。ただ負けてね、春の甲子園もダメだった、どうしようもなかったけど、まだなんかこう明るさが残ってくれたね今回は。はい、ということで今回はここで終わります。バイバイ。